どうもー、中野とピロ1話、お手まりんゾマイチャンネルでーす。寿司おめでとうーおめでとういやー、勝てましたね。ようやく、ようやく勝てました、マー君。いやー、にしてもやっぱソフトバンクはこう、すんなり勝たしてくれませんね、本当に。本当にもう昨日も、ね、ギリギリまで粘られたし、今日も、 いやー、もう楽勝ね、この楽勝の試合なんて一試合もないっていうのは、こう分かりつつ、やっぱすごいですね、ソフトバック打線はね、本当に。いやー、かった今日はもう、ね、鈴木翔太選手、しっかり、もうね、若手陣の活躍が光りましたよ。もう見失いました、あの、もうちょっと、嬉しすぎて。 えー、ホワイトボードを見失わしいましたけども、えー、ロッテ対ソフトマンク4月25日日曜日、えー、8対5、ロッテの勝利で鈴木翔太投手がプロ初勝利おめでとうございますいやー、今日はね、あのー、謎の魚音楽祭っていうイベントだったそうですよ。今日は <laughs>、ね、緊急事態宣言ですよ、これは。もう、何ですか、このイベントは。ね、まずあのー、 ね、最終形態になって謎の魚が、なんか口が、こ,こういう感じでしたよね、今ね。口こういう感じでなんかちょっと常に不機嫌なのかな、みたいな口をした謎の魚が、なんと d j コ o さんとかを呼んで、音楽祭をやるっていう。d j コ o さんはですね、あの、アイスクリームのパルム好きらしいですよ。あの、森永の、と、どっかのでしたっけあの、こうね。 チョコにくるまれてるアイスクリームのね。ちょ、ロッテ以外のおかしな話はちょっとこれぐらいにして。えー、謎の魚音楽祭が始まりましてで、鈴木翔太選手ですよ。なんといっても、ルーキー1位。えー、ドラフト1位ルーキー、鈴木翔太投手が6回3分の1。でね、この7回に2失点して降板しちゃうんですけども、それまでランナー出しながら、もう、こう、幼少を占めると言いますか。 幼少締めるで合ってる日本語。ね。もう、112球、もう最多、東京です。もう今日こそは勝ちたいというね、ホームで。で、えー、まあ、7回に2失点してしまうんですけども、えー、と、その柳田選手のタイムリーを打たれるまで、なんとか投げ切りまして、ね、強力ソフトバンク出せよ、もう、6回まで0点ですよ。ね。いやー、当にね、このロッテファンのね、早川投手にもね、あの、楽天で活躍してますけども、来てほしかったけど、やっぱ鈴章、ってよかったんじゃないね。うん。 ありがとう、鈴翔。本当に。もうね、ね上層学院時代から、こう、技巧派と言われながら、法政大学に行って、パワーをつけて、すっかりね、150キロ投げている鈴木投手ですけども、で、7回にピンチで降板して、小野投手に、えー、スイッチしまして、小野投手がピシャリと、抑える。 ね、鈴木投手も、ね、えー、拍手をしながら、それを迎え入れるという、155キロで、今日も抑えてくれました。小野投手もね、戻ってきてから好調ですよ。もう今シーズン、マックス157出てますからね。もう、あの感じで、あの <laughs>、小さめな感じで、すごいですね。で、 その後ね、田中投手が出てきたんですけども、1失点。ね。1失点して、で、さらに最後、9回ね、ちょっとこの後も触れるんですけど、土井投手が出てきたんですけども、ワンナウト取るも、えね、連続ホームラン、連続ヒットを浴びてしまいまして、最後、佐々木千早投手に変わりまして、もう8対5ですよ。やばいセーブシチュエーション。また、今日も佐々木千早が勝ち投手になってしまうのかと思いきや、ちゃんとね、 千葉投手が、最後もうビタビタのね、外角低めでストレートで決めてくれまして、今宮と、え選手を抑えまして、なんとか、勝利。いや、ソフトバンクは本当にね、こう、すんなり勝たしてくれませんね、マジで。さあ、今日もですね、今日も、両チーム、十、 アンダー以上、二桁アンダーでございましたよね。あ、六回のダブルプレイがね、すごい良かったんですよ。回、選手に対して、ダブルプレイ取ってね、こう、ガッツポーズする、鈴木投手が良かったですね。今日はもう、ロッテ13アンダー、8得点。まずね、あの、今日、えー、ソフトバンク側の先発は、松本投手だったんですけども、ね、斎藤和美さんの66万を引き継いだ、松本投手なんですけども、ん松本投手もね、ちょっとロッテがね、攻めやぐ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 ねただ、ようやく、 ね、角中選手は今日も二タだったんですけど、タイムリー。うん。そして、えー、いや、追加点欲しいなというところで、安田選手が、ああその前に、えー、中村翔子選手のタイムリーがあったんだで技ありの、ね、三塁線を抜く、ね、マッチの、ね、そうなんかの松田選手の隣を抜く、技あり二塁打で、二塁打タイムリーで追加点。そして、安田選手、5号ホームラン。もう、あー、もうね、 あの、キャプテン、翔吾が得点圏にいるからね、安田選手打つでしょうと思いきや、やっぱり打ちましたね。もう打つどころか、スタンドをぶち込みました。はい。センターあたりにぶち込みまして、さらにさらに、ね、山口選手。山口選手4号ホームラン。松本選手もね、松本投手もここまで良かったんですけど、なんと、ね、途中から7失点ですか。7失点ぐらいしてしまいましてね、そこまでは良かったのに。うーん。 やっぱりね、こう打ち出すと止まらない、繋がり出すと止まらない、ロッテ打線がね、にちょっと捕まってしまいましたね。そして、えー、あと、ね、マーティン選手の犠牲フライがあったんですけども、それで、こう、相手がね、まあ、挟まれちゃったんですよ、ランナーが。けど、その間をついて、なんと田村選手が、生還して、ね、ホームリクエスト、工藤監督したんですけど、セーフ。 これもね、多分、パリグ TV に載るんじゃないな、ハイライトにも載ってると思いますんで、ぜひ皆さん見てみてください。そして、えー、マーティン選手がね、これも得点には繋がらなかったんですけども、あのー、柳田選手の、まあ、す、すぐ横ぐらいにこう落ちるヒットを打ったんですけども、それでセカンドまで行きました。あの、スライディングがね、すごいいい感じでした。なんかあの、 マジマンジのマンジみたいな体になってましたあの、マーティン選手の体が。ね。これもぜひ見てみてください。あの、マンジ、マンジスライディング、出ましたね。そして今日、アジャ選手、来ました。ね、僕が物まね上げたアジャ井上選手が、えー、ね、いい当たりはしてたんですけども、ご正面とか飛んでく中で、えー、ヒット、ね、センター前ヒットが出まして、もうらしい、井上選手らしいセンター前ヒットが出まして、さらに、えー、あの、ピンチでですね、 ナイスキャッチがありましたね。あの、ファーストの、もう、フェンスに体をぶつけて、こう、取った後腰を押さえて、大丈夫ってなったんですけども。あの、大丈夫そうでしたね、アジア選手ね。うん。そんなナイスキャッチもありました。今日、一塁守備についてくれました、井上選手が。ね。あとは、何かあったかなそう、もう何と言ってもね、ソフトバンクの粘り。もう、9回ですよ。9回に、えー、グラシアール選手、栗原選手、なんと、2連続ホームラン。 はははは、はは、ね、こう、ロッテの、希望、ロッテの希望、土井投手をですね、打ち砕きましてですね、<laughs> あの <laughs>、で、それでさらに、えっ、ー、と、ヒットも打たれちゃいまして、佐々木千早投手になったんですけど、千早投手がね、もう抜群の安定感で抑えてくれましたね、もう土井投手、や、まあ、ちょっとね、グラシアル選手とね、栗原選手がやっぱ、強打者すぎるんですよ。 ね、強打者すぎるけど、ねやっぱりちょっとね土井投手のね球が、今日解説の矢吹田さんも言ってましたけど、ちょっとね甘く入ってしまいましたね。うん。まあ、点差はあったのでね、こう慎重に慎重に、土井投手のあの、なんて言うんだろう、力強い球っていうのはもちろんいいと思いつつ、ちょっと甘いところに行き過ぎたかなという感じですね。その分やっぱりね、佐々木千彩投手は、こう、もう丁寧に丁寧に、こうねいい球といい変化球をこう、 ね、あの、隅に隅についていくような投球で、まあ、しっかり、ね、こう、セーブシチュエーションにまでなっちゃったんですけど、8対5になっちゃったんですけども、なんとか、抑えてくれまして、ロッテの勝利、鈴木翔太、投手が初勝利、ね、ヒーローインタビューも鈴木投手だったので、めっちゃ落ち着いてましたね。なんかね、鈴木投手もあの、安田選手と同じでなんかあの、ね、たまらないですね、あの、後輩感がね。うん。いや勝ち越しです。このソフトバンクに、勝ち越したのはちょっと、 いいチームになってきてますね。ちょっとね。えー、今日は2位になったのかな楽天がちょっと勝ってるかどうかわかんないんですけども。まあね、この流れのまま、えー、火曜日からはもうビジターツアーですね。えー、メットライフドームで西武戦。そして楽天生命パークで楽天戦。もう今週はもうゾゾマリンにいないロッテをひたすら応援する一週間になりますね。うん。さて、えー、月曜日はですね、あの、明日ですね、ちょっと、 ね、今まで僕があの、モノマネだったりとか、千葉ロってツーブレイフレーズっていうのをやってたんですけども、ちょっとね、中野さんと、新しい企画をね、明日から上げていきますんで、ぜひ、ちょっと楽しみにしててください。明日の20時に、新しい動画、上がりますんで、ぜひ楽しみにしててください。えー、今日の、試合の良かったところとか、ぜひコメントを残してってください。中野のビル一応、あってマらって応援チャンネルでした杉投手、もう、これが、最初の一歩なんで、もう、10勝しちゃってください。今年から、よろしくお願いします。